皆さんこれ見てください。ヌっていうコースなんですけど、右の方にねブラックパックンがいると思うんですよ。これスタートした瞬間にブラックパックンより早く行けっていうコースだと思うんですよね。簡単そうですけどクリア率ね 1.19% しかないんですよ。なんでかなと思ってちょっと気になるからねやっていきたいと思います。コース名ヌ。それじゃあ最初にこう走ってって、あやっぱ無理だね、ちょっとちょっと難しいなこれ。これね走ってってこのね角の壁に当たらないようにジャンプしていくっていうことじゃないかな。ちょっとやってみましょう。よし、それじゃあ今日はですね久しぶりにタマシコースやっていきたいと思います。コース全体を見てみるとねめっちゃ可愛いんですよねこのコース。でもコースはねきっと可愛くないんでしょうね。ポッドオブトロールドで合ってるよね読み方。早速この2時間かわいいね、コインもいっぱいねくれ。うーいやいや、しょっぱなそんな来るの、もしかしてこれも火かな。火じゃないね、速攻火が来るとは思わなかったな。バブルだったっけ。さて最初これはこのドクロに乗っていけばいいと思うんですけど、まあクリア率もね 1.26% だったっけな。そんなコースだからそんなに難しくないと思うんですよ。ここに乗りましょう。それじゃあこれすぐジャンプして、今度はこれもすぐジャンプでしょ。よいしょよいしょ。いや、下に青ドクロあるんですけど、うーあどっちだろう。上が、ま、正解と見せかけて下が正解と思うんですよ。じゃあちょっと下行ってみよっか。こっち、やっぱダメだったね。いや下はね意外といけるかなと思ったんですけどダメだったね。よし、それじゃあここは避けて、うん、次のステージに進みましょう。そして次はこれ右、あんたも来んの。それじゃあここは左だね、左左。オッケー、もう読めてますから。このドッスンは下に来るんでしょ。このまま右、びっくりした、今ねよく引っかからなかったよね。でこのまま右に行きますか。これは、いやこれね出すと危ないと思うんですよ。これ叩くと多分なんかあるでしょう。だからここは、これ右だったね。よしこれでいけるでしょう。さあ上に渡っていって、んー、ジャンプ、よし。そして次はどんなんだろう。これはどうなんだろう、怖いな。一回ジャンプしてね、なんか金魚とか出てきそうだから右に避けてみる。あ、キノコくれるんだ、ラッキー。これは、あ、なんもないね。え、ここ駄菓子っぽくないね。それじゃあここ何も取ったらダメだねもう何も取ったらダメだね。よし、それじゃあこのままジャンプして渡っ、こう出してすぐ右に行ってこっちでねキノコ取ればいいと思うんですよ。なるほど、そういうことか。そしてここ当たった時のこと考えよう。当たったらなんか上にあるんだよな。これは、うー、ちょっと待って、こっちでいいのかい。これはこれなんか怪しいな。でも一回叩いておく。うー、ちょっと待って、それじゃあここは一旦被弾しておいて、もうここ普通に入ろう。多分これでいいと思う。よし、そして今度は中間ポイントあるね。よし、ここでジャンプ、中間ポイント遅れ、中間ポイント、いやいやそれじゃあここすぐ右かな、すぐ右、そして中間ポイント、オッケーザバレラパ君、これが俺の実力だよ。それじゃあ次に進みますか。これ何もしないでいい、
よかった中間ポイント取っておいて。この音符が壊した瞬間右ってことか。なるほど、これは無視していいかな。一回出しておく。ちょっと怖いけど。いいし、あ、意味ない、意味ない、何の意味もないんだ。それじゃあこのまま右に渡っていけと。びっくりした。これ左左左でいいの？え、こっちでいいのかな。あ、なんかこっち、次のとかに入って、ここ、よし、ここでいいよね。で次はこのドス落ちてきたらどうなるんだろう。ちょっと先に行くか。よし、なんだよあのバネ。それじゃあこれこのままダッシュして右に行く。多分これでいいと思いますね。そして今度パワーブロックを使う。これね、じゃあブラックパックが消えた瞬間に右でよかったよね。そしてこれどっちだろう。意外とね、右はね、なんか罠っぽいんですよ。だからこっちから行こう。キャー、これこっちだね。餌の方に釣られていけばよかったね。で、ちょっと待って、これ危ない。いやー、バカめ、読めてるぜ、ソンクライマー。そして次は中間ポイント取れないね。これは一旦こうしておいて、あ、こっちに入るしかないか。あのブロック何の意味があるんだろう。え、 You missed。 え、なんだこれ。さっきのね、You missed のところにね、ここに矢印があったんですよね。これかな、ヒント。いや、意味ないもんね。お、なんかキノコ出てきた。いい、やった、これでいけるのか。なるほど。いや、確かにね、なんかさっきね、You missed のところに、何もしないでみる。やった、いけたいけた。ずっと左にね、押してたからいけない。いや、意味わかんないから。さっきとちょっと違うね。そういうことか。キノコを取ったらちょっとステージ、まあ青と赤のブロックが入れ替わるからちょっと変わるんだね。なるほど。やったやった、土管に、土管じゃない、ドアに入れる。そしてこれはさっきのステージとちょっと違うな。え、これ向こうに渡れないかな。ね、渡れそうだよね。行け。ここをパンブロックでじゃあ叩けばいいのかな。落ちてくるから叩く。そしてこのまま渡れるみたいな。なんかありそう、怖い。これどっちだろう。もう一回キノコのとこ行けばいいと思うけど、今度は、あー、いや、さっき右騙しだったね。やっぱこっちか。さっきと同じルートなんだ。お、ちょっと違う。え、ちょっと待って、なんか怖いんだけど。なんだこのぐるぐる。ちょっとこのまま左行ってみる。あ、これちゃっかすればいいのかな、どうなんだろう。ちょっと左見てみるけど、なんもないもんね。これしかないな。いけ、よし、よかったびっくりした。で、このまま次、ここはもう騙されませんよ。大砲が来ますからね。よし、これさっきのね、コースと戻ったんですよね。あー、なるほど、ここで中間ポイントがもらえるわけね。いやー、やっと2個目の中間ポイントか。そして次はこれはパワーブロックを叩くしかないと思うんですけど、まあちょっと強気で右の叩いてみようか。いや、なんもない。ここやっぱここしかないね。あー、ここパウを叩いた瞬間左に逃げようか。そして、ちょ、うおー今よく避けたと思いませんか。よし、読めてるから。そんなね、軌道は読めてるから、大砲の。うわー、よし、さあこのまま右に逃げようか。いや、でもちゃんとね、倒してくれるのがありがたいよね。これでもう大丈夫？
あーもう大丈夫大丈夫、よかった。そしてこのハテナブロックめっちゃ気になるな。なんかカロンが出てきてるから、多分これパワーアップアイテムなんじゃない。あ、キッキャップか。別に意味ないけど、これは、これどうすればいいんだろう。いや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 、いけんくない。やっぱダメか。カロンが出てくる前に行け。よし、多分これでいいでしょう。で、右下になんかキノコって書いてるね。キノコを取ってこのドアのところにね、戻ってくればいいんじゃないかな。さて、上に鉄球が隠れてます。この鉄球より早く行く。よし、いや待て、いやこれ正解でしょ。いやこれ正解でしょ絶対ね。え、音符、これキノコ出てくんのかな。いやちょっと待って、いやなんもないじゃんこれこれ上行ったらどうなるんだろうね。こっち気になるよね。あ、いやこっち気になるところだったなんもないね。うい、これは奥にねバーが見えるんです。こっからしか行けないと思うんですよね。で、ここでキノコを取れない。あぶねー。よし、うおバカめ。そしてこれはこっから走ってこう。いや、これで正解でしょね。これで正解でしょった。よし、大砲がねブラックパックを出す前に早く行けってことね。それじゃあここに戻りますか。大丈夫かこれは。ここでいい。いや、真ん中か。今度はここだけ壊してドアに入る。そしたら、お、ファイヤーになれたね。 CPI ゴール。あー、ゴール、もしかして。うーわ、どっちだろうこれ。え、 CPI ってなこれ。チャンスポイント、ゴール、下ゴールって書いてるね。上行ってみる。ゴールじゃない方行ってみようか。これ CP1 かな、これチャンスポイント。あ、チェックポイントか。なるほどね。じゃあ下本当にゴール。いや、よかったよかったよかった、ゴールだ。やった。いや、ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。